今回は、募集しない名門塾の一流の教育法という本を読みましたので紹介させていただきます。はじめに、やればできる。へこたれずにやり抜く力をつける。第1部、お受験一辺倒では合格できない。1、椅子がない幼児教室、つくし会とは。入試用のカリキュラムはあえて用意しない。ある土曜日の授業風景、能動的、主体的に行動する習慣をつける。 保護者からのクレームは受け付けない。教室や椅子がない。立つことで集中力を養う。野外活動中心の合宿生活で自立心が芽生える。自分の子に行かせたい教室がコンセプト。やればできると言葉にすればできるようになる。コラム1、幼少期に頑張っていれば落ちこぼれてもリベンジできる。2、人生の歩み方が学べる小学校受験。 受験は忍耐力や集中力をつけるチャンス。受験勉強には物事を学ぶための基礎が詰まっている。受験を通じて聞く力が身につく。親子の絆が強くなり、我が子への理解が深まる。保護者の声1、子供をどう育てるかに夫婦で真剣に向き合うように。第2部、子供の未来を切り開く少し替へのメソッド。HR、 ママともとはつるむな。親に求められる心構え。6歳までに根っこを植え付ける。セルフコントロール力で壁を乗り越えられる子に。惑わされない力でぶれない心を持つ。ちょっと待っては5歳過ぎてから。なぜ叱るのかをしっかり伝えよう。お母さん、その叱り方はストレス発散ではチャレンジできる大人になるために。 心を育てる。コラム2、すべては計画を立てることから。3、ママ友とはメアド電話番号を交換しないこと。1時間目、ペーパー。集中力、聞く力、言語力を鍛える。やり方を工夫すれば子供の集中力は途切れない。3時間、経ったまま問題を解けますか毎朝5分の親子散歩の勧め。 幼児期の会話が親子の絆をつなぎ止める。保護者の声2、ダメなものはダメ、やるべきことはやる、方針に共感。2時間目、運動。コーディネーショントレーニングで体の動きをコントロール。運動は脳の力で行われる。脳からの指令をスムーズに届けるには、体の使い方を知っていますか ?7 つの力を鍛える。縄跳びは 手軽なコーディネーショントレーニング。全く泳げなかった子が5分で泳げるように。コラム4、小学校の体育が1から5に。卒業生の声、子供たちの変化にびっくり。3時間目、緻密性、思考力や意欲、根気強さを強化。手指の運動で思考力や意欲、根気強さを鍛える。 緻密性を養う最強ツール、折り紙。ホシキスでブドウを作る。中学生で靴紐が結べないコラム5、子供たちの成長の足跡、作品集。昼休み、日常習慣と食生活。反復練習を毎日の習慣に。できなかったことは家でできるまでやる。100万回やったら何回はでき、何回でもできる。食事は永久、 医療を吸収しやすいマジックアワーに。コラム6。私が生徒たちを叱るとき。保護者の声3。子供がだんだんと変わっていった。未来のしつけを親も学べました。4時間目。面接。コミュニケーション能力を鍛えて思いを伝える。細切れの受け交代から5分間スピーチへ。引き出しに記憶して表現へとつなげていく。言葉の変化球をキャッチできますか 忙しくてもコミュニケーションの工夫を。コラム7プライベートレッスン言語表現の磨き方終わりに。はい、以上になりますので、よかったらチャンネル登録お願いします。ありがとうございました。